アーセナル結構ビッグシックスとの対決残ってるけど、スパーズとユナイテッドさえ直接対決で勝てれば CL 権取る。そのためになおさら冨安が必要。ね。まあアーセナルに関してはね、まあ、ちゃんと勝つべきところで勝ってきたからね。いや、ほんと冨安必要ですね。セドリックのところだけちょっとね、厳しいというか。ここだけやっぱよくやってくれてるけど感ありますよね。新選組の隊長でいう井上源三郎感があるよね。今日ちょうど新選組見てたから。いや、セドリック、控えとしては最高ですけどね。でも、全然セドリックはレベルが違う感じ。ファンダイクが例えば離脱してさ、コナテとマティプとかの通戦番になるとするんじゃん。で、それである程度安定しててもさ、ファンダイク戻ってきてレギュラー取れるかなって多分みんな心配しないっていうか、もうそれはファンダイク戻ってきたらファンダイクだろうな、みたいな感じじゃん。っていう感覚に近いっすね。コナテがいい選手だとしてもっていう。それがセドリックにも適用される感じが、現状の状況だと思う。そもそもレシピ込みじゃ素材は生きねえよ。オタクとゲバで手を組む時代の幕開け。チケ損失も驚く準備は試合の数だけして奇跡を逆算するやつ集まれ。